2024年はクラシックサーカスということをテーマにしておりまして、サーカスのイメージから連想される、テントをモチーフとしたレースを、新しく作っております。で、今回そのテント型の、モチーフとしたレースのものがこちらの定番型のリンコと、今年ちょっと初めて作ったリンコロング、リンコよりもちょっと長いタイプのリンコロングですねと、こちらの去年もすごく人気があったリコスカート、こちらも、新しいレースとなっております。そして私が羽織で今着ているこちらのフランショートも同じ、レースを使っております。で、テントをモチーフにして作っておりますので、よく見ていただくと本当に豪華なレースとなっております。はい、今年のフランショートは3色展開となっておりまして、黒、アイボリー、ネイビーの3色となっております。私が今着ているのはネイビーカラーになるんですけれども、今みたいにこうちょっとジャケット感覚で羽織っていただいたりできるようなブラウスとなっておりまして、ボタンの部分がこうひよこ仕立てになっているので、閉じていただくとボタンがこう見えない状態で使っていただけます。ポイントとしてはテントをモチーフとしたこちらの新しいレースが胸元にバンと出るので、ほんと豪華な印象にもできます。あとこだわってお作りしてるのが首元の部分がですね、後ろこう今ちょっと立ててるんですけど、立てた状態でこんな感じで後ろが割れております。なのでこう折り曲げて使っていただいてもすごく綺麗に折り返できるので、とても使いやすく便利な形となっております。でこれはアウター以外にもブラウスとしてこちらのレースをちらっと見せるような形で、上から重ねていただいたりする着方もおすすめです。